飛行作家で写真家の稲葉直人さんが津山市の建築をテーマに撮影した写真集が出版されました。これを記念した写真展が市内のギャラリーで開かれています。明治時代に建てられた木造の中学校、父親の母校だといいます。ポートアート&デザイン津山で開かれている気候作家で写真家の稲葉直人さんの写真展です。山陽新聞社から稲葉さんによる写真集津山美しい建築の街が出版されたのを記念したもので、いとこで人気ロックバンドビーズのボーカルの稲葉浩志さんが序文を添えています。その時代時代のすごく特徴を表した美しい建築が今でもきちっと残って使われているということは、それはね、なかなかないですよ。すごく貴重な街なんじゃないかなと僕は思います。いつも見ている建物だったり風景なのに、こんなに素敵でこんなに素晴らしいものだったのかっていうことをまた改めて思うことができて。写真展は5月8日まで開かれています。